増改地区前の駅ビルホーム、湘南江ノ島駅は、神奈川県藤沢四方瀬3丁目にある、湘南モノレール江ノ島線の駅である。駅番号は、SMR8。当初の予定では、海岸線の近くに駅を建設する計画だったが、江ノ島電鉄や、地権者の反対にあって果たせず、やや内陸寄りに作られる結果となった。開業当時からの駅舎に、 耐震補強及び増改築は施した地上5階建ての駅ビルとして2018年12月に竣工している。2005年に採用された第1次サインシステムを受け継ぐ第2次サインシステムが駅ビル内に全面的に採用されている。江ノ島口と名付けられた正面玄関並びに藤沢口、鎌倉口の計3箇所の出入り口が設置され、 1>, 1から4階はテナントが入居できる構造であり、5階は、券売機と改札口、IC チャージ機並びに、ホームがある。友人駅だが、駅係員連絡用インターホンも設置されており、大船駅係員と通話することも可能である。旅客サービス施設として5階に、ルーフテラスと命名された、展望台が設置されているほか、多機能トイレを含むトイレ、エスカレーター並びに、 エレベーターが各所に設置されている。ホームは東端式2面一線で乗車専用ホームと降車専用ホームに分かれている。増改築前の旧駅舎当時はエスカレーターは2階から4階までのみの設置に止まっており、エレベーターは未設置であった。2019年4月25日より東京電力エナジーパートナーと共同でモバイルバッテリーシェアリングサービス 三つる連を大船駅と共に導入された。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り、徒歩連絡により、下記の路線へ乗り換え可能だが、連絡運休は行われていない。なお、片瀬江ノ島駅とは、距離があるため乗り換えには、あまり適していない。駅前にある江ノ島駅が、最寄りバス停。このタへの電平用軌道区間近くにある、流行寺、流行寺らも、 利用可能。ありがとうございます。